どうも皆さん、おはこんばんにちは。お座敷レイサーチャンネルの時間がやってまいりました。今回もキットがお送りしてまいります。いやー、寒くなってきましたね。皆さんどうお過ごしですかね。年の瀬は私はね、いつも通り、多分ね、正月になるでございましょうさあ、ですね、あとマイクをね、新調したんですが、ね、いかがですかね。やっぱちょっとなんかね、ノイズっぽいの、ノイズではないんだけど、なんか聞こえますが、ツーというね、もう気にせず行きたいと思います。ね、これね、マイクね、多分3個目ぐらいなんですよね。だからもういくらあってもお金が足りないっていうことで、もうこれでやめときます。これで満足します。どうぞご了承のほどよろしくお願いします。でね、集音性がすごく良くなってるんで、結構いろんな音を拾います。ガチャガチャ音も出し、ハンコの回る音とかも、おそらく聞こえるんじゃないかなと思うんですが、まあ気にせず、ご視聴の方でよろしくお願いします。あとね、さっき10ミニッツレース1本撮ったんですけど、なんかね、動画編集ソフトで音声が認識されなくて、もう一回、もう一回じゃないな、ちょっとボツになってしまいました。せっかくね、いいのは撮れたんだけど、なんで、今回は、第2戦から、やっていきたいと思います。使う車はインプレッサ WRX-STI07 年ですね。こいつをやっていきたいと思います。で、ローマですね。こう10分間走り続けろということで、やっていきます。そう、車もね、さっきと同じマスタングのボスと、ウォーラ NSX タイプ R だったんですが、まあさっきね、やったんですけど、全然問題なくこの車動いててくれます。動いててっていうかね、ストレスのない動きをしてくれます。で、前回なんかね、デフ入れたりとか足なんとかとか言ってたんだけど、全然ね、そんなのはないですね。余裕ではないけどね、戦ってくれております。で、今回もこのセッティングでいきたいと思います。じゃあ早速スタートしていこうかな。たどたどしいな。もうね、ショックがでかくですね、さっきの、なんですか、取り損ねが。結構ね、時間がかかるんですよ、一本取るのに。でね、設定をね、いろいろ変えちゃうんで、俺。だから、それでね、今回ダメだったのかなと思います。だけどね、今回多分大丈夫。うん、アップできてるってことは大丈夫だから。さ、おお、マジか、あのカナロやってくれるな、騙されたぜ。早速さ、危ない、ちょっと、ほんとね、セッティングね、マジでいい感じなんですよ。多分ね、このハンドル型ペダルのカッタンカッタン音も聞こえてるんじゃないかなと思います。ああ、早い。早い。ちょっと。来た。コルベットが来た。よし。いただき。前は WRX かな、インプレッサの。よいしょ。俺の敵ではない。あ、違う。34だ。嘘だろ。あらら、嘘だろ。今回ね、なんかほんとね、フロントタイヤがすごく、フロントタイヤじゃない、タイヤ、ほんとスピンしたら、戻ってこないんだよね。戻ってこいよーって言いたくなるんだけど、戻ってこない。ちょっとね、行かせてくれるかな。ありがとうね。なんでね、スピン一回しちゃうとね、もう、どうしようもないね。回るのを待つしかないかな。まあでもね、5分なんでね。あ、ごめんね。5分なんで、気にせずね、行きたいと思います。わー、まさか滑るとは思わなかったな。早速滑っちゃったな。いつも遠くで滑ってるから、車じゃ滑んないようにしないといけないのにな。まだでも団子だね、ここら辺は。お、バトってるぞ。あ、早ー、直線。
負けるんだよね。待ってくれよ、ちょっと待って、ちょっと待って。オーバー取ってるな。いただき。いただき。おお、来た。危ない。入らせてくれ。ありがとう。さあ、同じミスは二度としないという。お、危ない。おい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 。いいよ。危ない。うん。あれ、ここはなんかアンダーが強く感じるな。まあ、コースによってね。微妙に設定は変えていかないといけないんだけど、それでもなんかちょっとなんか強く感じる。でも前回はなんかこんな感じだったんだけどね、さっきたまたま良かったのかな。それでも走り合わせ方が悪いのかな。俺うまくやつるな。どっちかというと後者の気がするけど、結構離れてますね。見つけない。なんだあれは、チャレンジャーかな。全然わかんない。アメ車はね、全然わかんない。ダメするから外車はもうちょっとキャンバー寝かせようかな。どちらかというとそんな気がするな。機械の設置面積がここら辺が右側を、どうなんだろうね。まあでもなんかこの前もこんな感じだった気がするんだよね。ブレーキ踏んだらケツが出てた気がするんで、なんかここってない、あのバンパーまだぶつかってないんだから。なんかこんな感じだった気がするんだよね。さっきのなんかなんとかっていうコース、バンズハッチになったってなんか分かって忘れたけど、あそこはねすごく乗りやすかったんだけど、ローマはなんか見にくいな。だからですね、あ、そうそう、チューニングに関しては、関してはってかね、チューニングはね、私の好きなボストさんから分かりやすい動画が、アップされておりますので、そちらの URL を、今回も下の方に貼っておきます。ぜひね、あのチューニングで、ちょっと分かんないところがありましたら、その動画を見ていただいたらね、すごくすごく分かりやすい。俺が、多分こん前、前から、やってるようなのを、すごく簡単にまとめて、お話しされてますので、ぜひそちらの方をご参考になったらなと思ってます。さあ、ちょっとね、ミスっちゃったね。今回すごいミスが多いな。あんまりね、インつきすぎて、なんですかね、壁に擦っちゃうと、そのまま壁とお友達になっちゃうんでまあね、GT はね、いつもそんな感じなんですよね。もう壁に当たったらもう壁に張り付くようなのがありますね。いった、嘘だろ、マジですごい滑るやばい、これやばいな。ちょっと真剣にやらないとな。これはかなりのグタグタかったぞ今日も。そんなに滑るのかって感じがするな。あれ、すごく乗りにくくなってる気がする。あ、さっきねすごい乗りやすかったんだよこの車。びっくりするぐらい。あと3分しかない、やばい。マジでやばいやばい。追いつくかな、多分あと2周が限界だと思うんだよね。ビビりながら運転しています。ただ単に運転がラフだっただけかな。もうちょっとピーキーじゃなくていいんだけどな。あ、直線がねどうしても
あクロスしそうだな。あれ嘘だろ、ほら嘘だろ、なんでそんな滑るの。マジで嘘だろ、嘘だろ、僕絶対スピンしちゃうな。あ、つかみついた。え、フロントのグリップが少ないことしてフロントの接地性がなさすぎるのかな。ということはフロントに荷重かかりすぎてんだろうね。オーバーだな。確かブレーキが55だったから35にして、伸び側をフロントリアもうちょっと硬くした方が良さそうな気がするな。全体的にやっぱさす弱いんだな。ちょっとあまりにもなんか変な動きするよね。これね、次失敗したらもう取り戻せないからね。この最終ラップは慎重に行きたいところ。3210行きたいんだけど、でもちょっとここなんか変な動きするんだよね。ここ信用できないな、この車の動き。やっぱり突っ込みすぎただけかな、こんな気がするな。なんだったんだろう、突っ込みすぎてたのかな。監督どうですか、監督さあ皆様の見解はどうなんでしょうか。なんか突っ込みすぎてる感じがするね、あの出方は。でも明らかにブレーキのバランスが悪いから、突っ込みすぎちゃうと、だから突っ込み重視でいっちゃうと、失敗しちゃう。なんで俺のちょっとドライビングスタイルに合わないかな。もうちょっとブレーキ弱くしてもいいスタート。次のレースはちょっとフロントを弱くして危ない危ない、リアが抜けちゃうな。あ、やばい、どうしようかな、間に合うかなどうしようかな、ちょっとそんなことあんのやだな、もうあと一周走るのかい。今ので終わると思ってすごいあれだったんだけどな、走る気なかったんだけどな。まあいいやあ、そんなことは、あの皆さんこういう時は気をつけて1秒ね、頑張って伸ばして交尾してください。あらでも良さいいんだよね。だってね、一人で走ってる分にはいいんだけどね。てかさ、いいからやる気ねえなお前らさっきガンガン切れたやつでしょ。すごい、でも無だったね今日も。大丈夫かなこれ、またねもうねひどいね、こういうのってひどいと思う。なんかでもブレーキバランス悪そうだな。あそこちょっとブレーキ悪く踏んでったら今キーンで曲がれたから、ひょっとしたらブレーキにしようかなすごい無だったな。はい、皆さんもね、気をつけて、はい、はい、まあ、でも無事1位が取れたな。3回ぐらいスピンしたけど1位が取れるっていう、どういうこと。ああ、1ラップ差がついてて、今10分830で回ってますよってことかな。下ったな、今回も素晴らしい下り方をいたしましたあれおかしいな、すごかったな今回のグダグダ感も。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、有利に耐えないレースをしてしまいましたけども、次回は、この次の、なんだっけな、どこだったっけ、グランバレー
なんとかかんとかってところだ。ここそ難しいな。まあ次回はね、あのここをね、あウィーロー書いてあるね、ちゃんと左上に、ウィーロースプリングスビッグウィーロー、めんどくさいな、こんな、ウィーロースプリングスビッグウィーローっていうところをやっていきたいと思います。その前に、ブレーキバランスの調整をしてレースをしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さん、良い GT ライフと良いお年をお迎えください。